と人を共に楽しむという本来のね、自由な、古代のお祭り、原点のお祭りを皆さんと一緒に、八坂でこの場をね、ことおぎたいと思いますので、よかったら、ガキ、なんか傷がありましたですかね。じゃあ、余裕の遠慮なく、この太鼓を叩きたいと思います。これ結構重要な役割なので太鼓の音ですね。リジュリルというね、珍しい楽器を、はい、一緒に奏でていただけるそうです。これはチャンデルか、アフリカの楽器と、はい、はい、そうだ、この間に楽器の説明を宮司さんにしていただくくださいと言われたんですが、最初に奏でたのがこの岩笛というね、石の笛ですね。自然に穴の開いた石と出会いましてね、岩笛という最初に奏でた最も原点の、神様とつながるためのいわゆる楽器ですね。穴の開いた、爪に穴が開いた、はい、あれでは、マーシュだけど、あれマーシュだけど音出るんですか。そうだ、これは叩かんでも音輪と言いましてね、マーシュだけど音、後で、終わった後にね、使っていただく。あとは横笛を奏でらしましたの、ね、竜笛と言いましてね、竜の笛と書いて竜笛と呼びます。まあこれはアイリッシュ、これは南米のパラグアイのハープでアルパっていう名前です。うん、ということで説明をさせていただきましたが、こんな感じで準備できましたでしょうか。はい、皆さん、じゃあせっかくですが立っていただいてね、もう自由にですね、何の形もありませんのでですね、鈴を鳴らしながら、でもうーでも音を声を出しながら体を動かしてですね、自分の命を祝いましょう、神々と一緒にね。せっかくですから少し前に来ていただいた方がいいかもしれませんね。はい、じゃあ私が最初ですね、あーとかうーとか言いますので、皆さんもあーとか何でもいいですが、感じたままですね、音を出しながら、そしてお手持ちの楽器を鳴らしながら、体を動かしながら、祝いましょう、命のめでたさをね、祝いましょう。途中で入ってきて、あまり一人だと私心寂しくなりますから、早めに入ってきてくださいね。はい、では、みんなでこのね、海神社さんの神々様、そしてこの日本、この地球をね、みんなでめでたくことおぎましょう。はい、行きますよ。おー、どうぞ、はい、おThank you.
ありがとうございます。